いやでも近づいてきたよ、バーベキューが。長かったっすね、ここまで着くの。確かに一応あのメインに着くのかな。もう12時っすよ。3キロ、1キロ先を右。あれ引退してどんぐらい経つ？3ヶ月。3ヶ月かですね。どう、なんかちょっと心の変化出てきた？違う目標がやっぱどんどん出てきますよね。大きな目標じゃなくて、ちっちゃな目標とか、これできるようになりたい。左だな、いろいろ大変ですけど、まあ、楽しいです。やりがいっていうか、楽しいっていうか、まあ、忙しい。すげー綺麗。聞いてる？めっちゃ、え？忙しい。どうした？どうした？何の、今、何の話？今大丈夫です。ないないない、忙しいがやりがい？忙しい。うん、まあ、いっか。なんだよ、聞きたいじゃん。アスリートトークはさ。いや待ってろ待ってろ、そんなトークの場合じゃない。ちょっと今、これ倍ポイントだろ絶対。この橋渡るんですか？この橋渡ります。うわすげえ、うわ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 、ちょっと、え、水やば、うわあ、でも綺麗、すごい、やばい。佐藤拓、これおい、拓也出没注意だったよ。誰が熊やねんお前こうやってたの？本当ですか？この間写真撮ったやつ、そうなんだ。これは最高だよ。岩でっか、やっぱなんでこんなでかい岩ができるんだろうね。ね、もうじゃあ仕事は慣れた感じだ。だいぶ慣れたといえば慣れたっすけど、うん、まあ、徐々にほんと一個一個覚えてる感じですね。今は何、ずっとほら洗車してたじゃん最初の頃。はい、あのやることなくてさ、うんうん、仕事もできないしさ、はい、ね、大して戦力にならないからさ。言い過ぎ。俺途中で泣こうかな、本当。泣いてなかったわ。危なかった。悪口やね。今だから書類関係を覚えて、うん、それをこう手伝ってる感じ。へえ。車の登録とかもやって、陸運局まで行って。へえ。あれも行ってんじゃん、だって展示会とかもさ。展示会もね、一人でフェリー乗ったりしてなかったわ。そうですね、ああいうのはね、やっぱ、うん、楽しいですよ。まあ、試合みたいな感覚で。 あとカーインテリアのあれか、 SNS もたまにやって、 SNS 全般だ。あ、全般やってますね。見てるよいつも。あ、本当ですか、うん、YouTube も作ったりね、やってるよね、うん、登録してますよ。あれなんですよ、この辺ね、綺麗なとこかもしれない。いや、最近もすごい綺麗だった。この、ね、橋の上で見ようよ。はい、これ止めます。止めて、左側止めてもらって。オッケーオッケーオッケー。へぇー。うわー、なんか、おい、絵にならない。すげー。うわー、でも怖い。俺、高いところ苦手。俺も、え、苦手？俺も苦手なの。なんかちょっとさ、ブルブルした、はい、俺こういうの下からって真っ向で飛んでくるイメージがすごい怖い。うわ、こっちやばいっす。おい、めっちゃ怖い。怖い。違うんだよな、新しい携帯だったらさ。怖い怖い、俺高いのが怖い。さっさ行こう。お腹すいたし。確かに。全然これたどり着かねえぞ。とりあえず飯や。すっげえ綺麗だな。この駐車場を入れるんですよね。一旦ここに入れてもらって、ここか、うん、ここか。
ワクチン打って腕いてるけど大丈夫。これ何食ってんだ。おい、お菓子食ってる場合じゃねえだろ。流れが食って待ってました。とりあえず炭を。じゃ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 ーん。お腹減った。腹減ったよな。はい。早く来てもらっていいですか。やかましいや、やかましいや、バカ野郎。これ100均アイテムいいわ。はい。おい順番違うやろ、順番。普通こうパイセンがそこに座ってなんかプシューって呼んで、お前がこうやって来ちゃうのが普通の流れやろ。ありがとうございます。ヘトシ先輩に恵まれて。お前それ言っとけばいいみたいな。やめろよ。いい家だよ、すごい。本当ですか。この緑の中で最高ですね。こんな本当のアルコールやったらよかったですけど ね。今回はあ、来た。今回はちょっと僕はね、アルコールはねやめとこうと思います。そりゃそうやろ。当たり前だろ。次回泊まりの時にはね、やっぱね、そうだね、お酒を飲んで語り合いたいなと思ってますね。え、ロバス先輩、はい、ウィーエイウィー。絶対落とすからな、お前。かわいい。頭きた。いや、でももういい感じ、これいけるよ。焼こうよ。何肉サラヤだ。もうちょっと結構火強いね。はい、もういいっすよ。いい匂い。うーん、へいへい。はい、いただきます。どうぞ。あー、やばい。おいしい。うまい。美味しい。俺が怒った日はやっぱうまい。後輩が焼いて肉うまい。俺が怒った日、いい日だ。焼き方って大事なの。口うるさいじゃん、ダボる。落とすからな、お前。かわいい。俺の方が力強いし。ファイヤーしてる、ファイヤーしてる。あれでもキャンプとかやるんだっけ。やんないっす。やんねえのかい。やらんのか。やりたいっすよ、やっぱね。休みのタイミングが合わないんですよ。僕月曜日なんで休みが。あ、子供と。はい。俺の方はじゃあキャンプやってるね。はい、あと上手に切るわ。そしてこのステーキ。あ、焼けてる。いい感じよ。どうよ。あ、うまっ。最高。いいね、こういう育ち方。うん、長野の魅力じゃないですか。そうね、豊かでこういう場所がいっぱいある。うめっちゃおい、こいつ泳げない。冷たすぎる。何をしとんねん。